スランゴスレンの貴婦人、エリーマー・バトナーとサラポン・ソンビー・スランゴスレンの貴婦人たち、またはランゴレンの貴婦人たちは、18世紀後半から19世紀前半にかけて、イギリスのウェールズ地方で共に暮らしていた二人の女性のこと。どちらもアングロアイリッシュの上級階級に属していた。二人の関係は、同時大臣の非難を受け、また関心を誘った。 彼女たちの関係は歴史上いくつかの例が見られるロマンティックな友情の一つだとして現代人の注目を浴びている。二人の関係をレスビアンのパートナーとする主張もある。レディの称号を持つエリナー・バトラーはキルケニー城を所有するオーモンド伯爵家の血を引く女性で家族からは勉強しすぎの本の虫だと思われていた。エリナーは フランスの女子修道院で教育を受け、フランス語を話すことができた。エリナーの母親は、娘が生涯独身を通す気だと知ると、彼女を、再び修道院に入れようとした。オナラブルの称号を持つサラ・ポンソン・ビーは、アイルランドのウッドストックにある親戚の家で、暮らしていた。サラは、イギリス首相メルボーン教の夫人で、小説家のキャロライン・ラムの父親である、第三代。 ベスバラ白爵の、また十枚にあたる。サラが寄宿する、家の主人サー・ウィリアム・フォーンズは、様々な機械を利用して、サラを手込めにしようとしていた。二人の家は3キロメートルしか離れていなかった。二人は1768年に知り合い、すぐに親友になった。何年か経ち、彼女たちは、田舎の隠れ家に住むという構想を練り出した。 結婚を強制される可能性を恐れ、二人は1778年4月一緒に逃亡した。両家の家族は二人を捕まえ、二人の計画を諦めさせようとしたが、無駄に終わった。二人は1780年にアイルランドを出国してイングランドに移り、ウェールズのスランゴスレンにある、プラス、ネウィッドという館に身を落ち着けた。 二人は理解のない親族たちから年280ポンドを受け取っていたが、自活の道をも模索し始めた。また、二人は、プラスネウィッドを、だのついた布、アーチ、ステンドグラスで飾り付けて、ゴシック趣味の家に変えた。また庭師一人、下男一人、メイド二人を雇い入れた。屋敷の模様外や召使いの存在は、高い出費になり、 彼女たちはごくわずかな友人たちの援助でやりくりをした。二人は長く陰性生活を送り、文学や言語の勉強や辞書の改良に時間を費やした。二人は積極的に社交の場に出ることはなく、ファッションにも無頓着だった。後年、二人は円形で石造りの搾乳場と美しい庭園の屋敷に付け加えている。 エリナーは自分たちの生活を綴った日記をつけていた。スランゴスレンの町の住人たちは、二人を単に貴婦人たちと呼んでいた。移住して数年が経つと、外の世界の人々が彼女たちに関心を持ち始めた。彼女たちの屋敷には、あらゆるタイプの訪問者がやってきた。訪問者の多くは、ロバート・サウジー、ウィリアム・ワーズ・ワース、パーシー・シェリー、 バイロン教、ウォルター・スコットラ文学畑の人間であったが、軍事指導者のウェイ・リントン公爵や、実業家のジョサイア・ウェッジ・ウッドも彼女たちの訪問客だった。サラの親戚にあたる、小説家のメルボーン教夫人、キャロライン・ラムも、プラス・ネウィッドにやってきた。彼女たちは、イギリス王国中で有名人になったが、実際には刺激のない生活を送っていた。シャーロット王妃は、 彼女たちの屋敷を訪問するのを望み、夫のジョージ3世に彼女たちに年金を与えるよう頼んだ。やがて、家族たちも二人を許した。エリナーとサラは50年近く一緒に暮らし続けた。二人の蔵書とガラス食器には、それぞれのイニシャルが刻まれていた。また二人は手紙を出すとき、共同で署名をしていた。年上だったエリナーは1829年に、 先立って亡くなった。サラも、その3年後の1832年に世を去った。彼女たちの家は、現在、デンビーシャー軍の自治体が経営する、博物館として使われている。エリナーとサラはどちらもスランゴスレンのセコレン教会に葬られた。プラスネウィッドの近くにある、バトラーズヒルの名称は、エリナーにちなんでいる。 またスランゴスレンのポンソンビーアームズパブの名前は、サラの姓を冠している。ありがとうございます。